前回のあらすじ、芸能家高校を受けたら天才子役と再会した。うちの兄シスコンなの。キモ。私この人昔から好きじゃないのよね。じゃあ俺監督のところ寄るから。うん、ちょっと聞いてる？ねえってば、あんたどこ中？ヤンキー女子、そういうわけだから。ちょっと話しようよ。ねえ、これからカラオケとか行かない？ちょっと喫茶店で話でもってわけにはいかないの。個室ある店、この時間まだ空いてないし。仕事はしてますよ。そりゃ子役時代に比べたらあれですけど。まあゆっくりしてけよ。まあ一通りは仕込まれたけど、今は裏方志望で監督の助手やってる感じ。あ、大丈夫です、糖質抜いてるんで。食わなきゃ大きくならんよ。でもいいな、うちは両親が田舎に引っ込んでね。私一人で寮暮らしだから。ねえ監督、アクアの演技やってる映像とかないの？あれは気の迷いで黒歴史。今ね、私がヒロインやってる作品あるんだけど、まだ役者決まってない役あるんだ。いや、演出かじってる人間で知らねえやつもぐりだろ。ド名作じゃねえか。興味ある？愛の残した携帯電話は3台ある。そのうち仕事用とプライベート用の2台にはメンバーや事務所社員のログしか残ってなかった。何世代も前の方でダメになってたバッテリーの代わりを探すのは骨が折れたが、100通り試すのに半日かかった。1000通り試すのに1ヶ月。その携帯には十数名の芸能関係者のメアドや電話番号が残っていて、その中の一人が。プロデューサーに連絡してくれ。なんで急にやる気に？アクアの演技楽しみ。あ、ただ多少問題のある現場だから覚悟はしてね。